皆さんおはようございます。休会前に引き続き本日の会議を開きます。日程に基づきまして市政事務に対する一般質問を開始いたします。一般質問は15名の議員から58項目についての通告がなされております。日程から見まして本日は11番上野議員の質問まで終わりたいと思います。質問の方法、時間につきましては議会運営委員長の報告の通りでございます。議事の進行につきましては特にご協力をお願いいたします。また執行部の答弁につきましても簡潔でかつ的確な答弁をお願いいたします。それでは最初に19番山口正弘議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。19番山口正弘議員。おはようございます。実はですね、昨日東川の森で町民運動会をいたしまして、ひょっとすぎ雨の降るやなかろうかとずっと心配をしておりましたけれども、私の頭を見てですね、朝になったら今日は絶対できるというような天気になりまして、それこそ小さな子供から老人まで一日中楽しく運動会ができました。それではただいまから私の一般質問をさせていただきます。ですね、まず最初に市長の方を入れ替えまして、市長への質問ということで先にさせていただきたいと思いますけれども、まず第一点目は、今から約7年前に日渡市長誕生いたしましたけれども、その後1期目、通常は1期目は4年となっておりますけれども、うちの市長の場合いかにせん2回やりましてそして次の時にもう1回やりまして、4年間で3回という市長選挙経験をされました。そういう中で市長の、2回目をやったところまでの市長の政治姿勢といいますか、市長がやられてこられた仕事、あるいはやってみてあれと思ったこと等々がおそらくあられるかと思いますけれども、その辺についてまずお尋ねをさせていただきます。平田市長。おはようございます。今日は多くの傍聴者の方もお見えですので、いつも丁寧に答弁してますけども、今日からも丁寧に答弁をしたいと思います。その2回目の選挙というのは病院のところまで、病院のところまで、はい。私は、皆さんご存知の通り、今から7年ちょっと前に、市長選に志を立てて、多くの皆さんのご支持をいただきまして市長に就任をさせていただきました。でちょうど、昨日の、本山建設の息子さん、私が同級生でありますけれども、彼が現職に、戦って、これは絶対ダメだぞと、はもちろんよそ者ですよね。よそ者で、神奈川県の松田町という町で、私も応援に参りましたけど、必死になって、選挙戦を戦われていました。その光景が本当にやっぱダブってですね、もう本当に涙が止まらなかったんですけれども、その時に、彼も実は、昨日投開票で、現職に圧勝をしています。で、そういった中で、私としては、もちろんベテランの市長さんに打ち勝ったっていうこともあって、でしかももっと大事なことは、ちょうど北方町、山内町 の合併の初代の市長だということで、非常に重い重圧が肩や背中にのしかかってきたことを覚えております。そして意図しなかったことでありますけれども、市民病院の民間移譲という日本で初めての病院の移譲という本格的な移行に伴いまして、さまざまなことがありました。で、あの時こがんこと言わんぎよかったなということもたくさんやっぱ反省点としてありますし、今でも人間的には未熟だと思っておりますけれども、さらに当時未熟でありましたので、今思えば
もう少しこういうふうにしとけばよかったという反省点も多々実はございます。そういった中で議会とともにこう仕事ができたと。特に病院は黒岩幸男特別委員長をはじめとして議会の強いお力添えがあって、でこれが成し遂げられたものと本当に感謝をしておりますし、病院の民間委譲ということでもともと15億円の赤字を抱えていたのが今毎年8500万円かなの税金もいただくまで、そして、多くの患者様が自分の命を救われたということを、私どもにおっしゃっていただくということで、本当にあの時に厳しい決断をしてよかったなということを思っております。で、幸いにして、今、医師会の皆さんとも関係修復に努めております。医療面ではありますけれども、やはり、問題を、一期目の途中でありましたけれども、問題に目をそらすことなく、問題に逃げることなく、そして問題にきちんと目を向けて、そこで、ああいう決断ができたということを思っておりますし、それは市民の皆さんたちに本当に感謝をしたいと思っております。そういった中で、病院のリコールに伴う選挙までは、やっぱりもう病院移植だったということが、今、申し上げられることであります。19番、山口正弘議員。今病院の話が出ましたけれども、先日、ある先生とお会いする機会がありまして、その先生曰く、病院問題、市民病院を民間移譲するときに、病院が、の異常さは何やったとやろか。自分たちがしたことに対してですよ。自分たちが民間に移譲するのを反対ということで表明をしながら、あそこまでやった理由が自分たちにもつかめん。あれは何やったとやろか。いや、本当にそう言われた。ということはですね、皆さん方、この間の一般質問の中に、松尾初明議員の質問の中にありましたけれども、新武雄病院ができて、逆に民間の病院は良かったとやなかろうか。例えば極端な言い方すれば、5時まで医療をしよったと、7時までやったと。あるいは、老人の方の送り迎えをしながら、診療をされているって。これは、まさに、病院が、新武雄病院ができたがために、自分たちの自衛手段といいますか、自分たちの医療の手段としてそういうふうになされたんではないか。ということは、市民の方にとっては良かったんじゃないかと。そういうふうに、思って、いい方に解釈をしておりますけれども、まず病院の前にですね、武雄市長がやったことは、佐賀のガバイバーちゃんですよね。佐賀のガバイバーちゃんを、ロケ地を誘致したということでですね、どこやったとですかね、秋田県かどっかに行ったときにですね、それこそなんとか港って言って、十何とか港って、湖がずっと、小さな湖があって、そこをずっと登っていくところでですね、一番奥での湖で、旅行者の方と会ったんですけれども、どっからですかって、佐賀弁やけんですね、いずれにしても、どっからですかって聞かれて、いや、実は佐賀のガバイバーちゃんのロケ地の武雄でして、ああ、今そこですもんね、と。市長が有名かったような方ですよ。佐賀のガバイバーちゃんをロケを誘致した武雄が有名になった。ということはですね、それだけ市長が、4年間で、武雄のまず、名前を売った。何でも一緒。食い物でも、まんじゅうでも、それから、いろんな食べ物でも、いろんな商品でも一緒。まず名前を売る。そして買っていただく。っていうのが基本的な姿勢だと思うんですよね。あそこの料理は美味しかけん、あすけとまいが行こうか、と。言うとと一緒。そういうふうなことを考えたときに、市長の4年間というのは、成功だったかなと。ただ、市長の上手なところはですね、アルドバルーンは上げる。アルドバルーンは上げるけれども、
上げてあれって思ったとはですね、いつの間にかもう、ピシュッとこう、針で潰されて。そう、皆さん方ご存知の通り、あれいつの間にじゃ脳なっとったと。おかしかったにゃーって思いながら、もうそれを忘るんですね。75日したら忘れるんですから。そういう中で、2期目としてですね、市長が、2期目も今、ちょっと約3年を経過しましたけれども、その3年の中でですね、まだまだいっぱい他教師にはやらなければいけないことを含めて、今まで2期目の3年間をやってきたことについてのですね、反省なり、思いなりをお尋ねします。平田市長。実は他教師はものすごくこう派手なね、こうスタンドプレーでこう名が売れてるっていう誤解をされている、方もいらっしゃるんですけど、昨日ちょっとよくよく調べてみたら、やっぱうちの職員がやっぱすごいんですね。こういうことがありました。これは今の時期なんですけれども、ある集まりに私が行ったときに、その、今、企業誘致をこう仕掛けている、ところの社長さんが、私のところに、お見えになって、お宅の池田修一君はすごいですね、と。もう本当に彼がね、自分のところで雇いぐらい、いや、自分のところで雇いたいぐらいです、と、言ったこと。で、昨日、FB 良品が、東急ハンズで、福岡で出て、ものすごく今売れてるんですけれども、昨日私も参りました。で、その時に、ちょうどこう帰る時に、うちの森和也が、家族で来て、あんた何時に来たとって聞いたんですよ。福岡の、その、博多駅のとこに。そしたらですね、いや、もう、同僚の職員が、岩盤浴券が、家族を連れて FB 良品を、買いに来ましたっていうことを、やっぱ一言言うんですね。で、そういうふうに、これは、この二人だけにとどまらず、本当に例えば、イノシシ科だったり、おむすび科だったり、様々な目に見えない地味な、もう一言で言えば地味な、仕事に、ものすごく、実はやっていて、で、これは本当に職員に、感謝をしたいと、いうことを思っていて、で、二期目は確かに図書館が、昨日もものすごいことになっていました。ですが、こういうふうに、こう、絶対これは無理だろうって言われたことも、実はこれ成し遂げることができたのは、今きちんと考えれば、それは職員の、本当にたゆまない努力と、やっぱりその力があってこそだと、本当に感謝を、しています。で、首長としてのモデルは、私は松本和夫町長であります。で、方は、やっぱりこう自分のことを捨て、それで教理のために本当にこう一生懸命やられてたと、いうことで、で、しかも職員をものすごく大切に、されていましたので、そういう私には、いろんな様々な、お手本とする、例えば首長さんだったり、まあ、皆さんもそうですけども、議員の先生方であったり、本当に嬉しく思っています。そういった中で、ちょっと長くなりましたけれども、二期目の総括としては、やはり私は他教というのは知られんといかんぞと、外に対しては。知られないといけないということで、それは一定の効果がもう出始めてきています。移住者も増えてきていますし、そういう、それも取りも直さず、その地味な、本来ならば、なかなかこう、日の当たらないような、その仕事を職員がきちんとやってると。それと、それを市民の、多くの市民の皆さんたちが、その後押しをしてくださってると。いうことで、ただただ、感謝を申し上げる次第であります。19番、山口正義議員。はい。ですね、先々週やったとですかね、東京の、あれは、伊勢丹やったですか。伊勢丹の地下で、他教師から行って、レモングラスを売っておられたんですけれども、職員さんが。それで、場所がわからんやったもんですから、電話をしたとですよ。場所はどこやって。私は今、他教の市役所におりますって言って。本人はおるもんと思ってから行ったら、一番若い女の子だけ、東京に置いてですね、お偉いさんたちは全部他教の帰ってきて、もう他教で仕事をされてました。そんくらいに忙しかったとかなと思ってから。
まあ、それでもですね、その若い子だったんですけど、一番若い子だったんですけれども、平成生まれですから、まあ、それでもですね、もう何の違和感もなく、その場で、ちゃんと商売っていうか、仕事って言いますかね、してるんですよね。これってやっぱり、まあ、先輩諸子の指導もさることながら、やっぱり市長に対して、やっぱりなんとか手伝いはせんはいかんという気持ちの中でやってたのかなというふうに、まあ、見てきましたけれども、果たしてそれが本当かどうかは、本人に聞いてみなければわからないことだと思っております。そういう中でですね、市長は、その、7年間という市長の、その、責務というですか、やってこられて、なんと言ったらいいんでしょうか、いいのか悪いのかというような状況の中で、その、まず他協の名前を挙げた。市民病院を民間移譲した。図書館をリニューアルして、その民間移譲した。その図書館って昨日ですね、図書館に夕方行ったの。夕方っていうよりも、まあ、8時ぐらいだったのかな。そういう、その中でさっき、くしくも市長が言いましたけれども、その、他郷に移り住みたい。移り住みたいけれども、ちょっと小児科の中ですもんね、っていう話だったんですよ。新他郷病院は小児科できんとやろかって。それはやっぱり、私じゃ何とも言えんけんが、次、今度機会があったら市長に話をしとくね、ということで帰ってきましたけれども、その市長もおそらく答えは出し切らねえと思いますけれども、残された、あと半年ぐらいの、その市長の、その、任期がありますけれども、そういう中でですね、今後、市長が、残された任期を含めて、あと、後々、どういうふうな、やり方で、その、自分の、その政治姿勢というですか、そういうふうなとの方向性があれば示していただきたいと思います。以上、清田市長。この7年間で、学んだことは、やはり、あらゆることをするにしても、それは人なりだと、いうことを、本当に痛感をしています。そういった中で、私はこの残りの任期と、それからの4年につきまして、私は教育に、命をかけていきたいと思っています。ただ単にその教育の中身をね、その受験に合わせるとかそういうんじゃなくて、今本当に若い、10代の後半だとか20代の皆さんとかと話をしていると、なかなかその生きる気力がないっていう方々もいらっしゃいます。あるいは何をしていいのかわからないっていう人たちもいます。で、そういった中で社会が大きくまた変わっている中で、私はその子どもたちの教育に、特に小学校の教育に対しては、生き抜く力、生き抜く力、をぜひね、私としては、これ僭越な言い方ですけど、授けていきたいと思っていまして、私は教育で中根づくそれが、子供たちが多くこの竹雄の地に集まるような魅力ある教育をぜひしていきたいということを思っています。その中で ICT、今度は教育官に任命しますけれども、ICT 教育と過疎地の対策、そして私自身が引きこもり、でしたので、そういう引きこもりの子が、また学校に復帰する、あるいは学校に復帰できなくても、授業と同じように魅力的な授業を受けられるようにする、あるいは人間関係をきちんと保てるようにするという意味から、これはいじめも内包してますけれども、そういうなんかこう、不登校だからといって、なんかな、それがダメなんじゃなくて、やっぱりこう前向きにやっていこうよというような施策も合わせて展開をしていきたいと思いますので、もし多くの市民の皆さんたちのご支持がいただけましたら、3期目につきましては、教育に力を尽くしてまいりたいと思っていますし、これが今度の他郷市政の、新しい3期目の他郷市政の大きな切り札に
なっていくと思っていますので、これはぜひ議会の皆さん、市民の皆さんのお力添えを賜りながら、そういう魅力ある、あるものを生かして、その既存の制度の中で、そう特区とかじゃなくて、制度の中で、私たちとしては、新武雄病院、ごめんなさい、武雄市民病院であるとか、図書館であるとか、様々な、今あるものを生かして魅力ある展開をしていきました。で、この実績を踏まえて、教育に新しい、息吹を、入れて、それが、地域おこし、まちづくりにつながるように、私自身、誠心誠意、展開をしてまいりたいと思います。合わせて、福祉、非常に大切です。やっぱりこう住みやすいっていうことを考えた場合に、もうだんだん消費税が、まあ、おそらく高くなると思います。皆さんたちの任期中、私たちの任期中に高くなると思います。で、そういった中で、まあ、これからいろいろ手立ては考えますけれども、そういう中でも、武雄市は住みやすいよねと言ってくださる、で、住み続けたいと言ってくださるような街づくりをぜひ、まあ、微力でありますけど、粉骨再進やってまいりたいと思います。いずれにいたしましても、1期目、2期目、様々な、まあ、実績もありますけど、問題課題もあります。ですので、それを丁寧に一つ一つ、議会の皆さん、市民の皆さんたちと、胸襟を開いて話し合いながら、本当に武雄市は前進してるよねと、言ってくださるような街づくりをぜひ、していきたいと思います。以上です。19番、山口正弘議員。ということは、市長は3期目は出馬をしますと、はい、いうことですね。はい。市長が誕生してからですね、まあ、ガバイバーちゃんであり、病院であり、図書館であり、本当に与党、野党、本当にいろいろ、けんけんがくがく、やってきました。やってきた中でですね、その旗から見たらどうかは分かりませんけれども、私はその武雄の議会っていうのは、ここまでやった、その他の自治体の議会は、おそらくないんじゃないかというくらいに、頑張ってきたんだろうなと、我々は思っておりますけれども、まあそういう中で、市長がそのめげずというか、その聞かずというか。まあそういう中で、まあここまでそのやってこられたというのは、まあ本当に市民の皆さんとか議会の皆さんたちがですね、まあ助けられたり、脅したり脅されたりっていうですか、そういうような面も含めていろいろあったからこそ、まあここまでいけたのかなということで、まあ次に向けてのその市長のですね、その誠実性というのはただ今お伺いしましたけれども、まあ、なんとなくと言ったらおかしいですけども、2点目にですね、教育という問題を出しておりましたので、教育問題について、進みたいと思います。ですね、教育問題、学校教育の今後のあり方と学校内の整備についてって言って出しとったですかね。でしょ？ということでですね、さっき一番初めに話をしましたけれども、昨日運動会をしました。そうですね。運動会をしたけれども、もう小学校だけでは運動会できないんですよね。それ何かって、例えば東川のぶりの小学校を挙げれば、今、1年生から6年生まで105人なん。そして、その中でですね、面白いっていうよりも、ちょっと厳しい状況なんですけれども、地区が5つに分かれてるんですね、東川上り地区は。北長野、南長野、内田、袴野、宇都出っていうやつで、5つに分かれてるんですよ。そして、北長野っていう地区はですね、中学生が1人、小学生が1人しかいない。ですね。そういうことでですね、もう運動会ができない。そういう、ブラック対抗リレーどがんしゅうかって。よそから借ってくるわけにも、一人か二人やったらよそから借りることもできるでしょう。しかしもう小学校だけでのブラック対抗リレーなんていうのは全くできないんですね。教育長さん。
子供さん作ってくださいとは言いませんけれども、そういうふうな状況なんです。ですね。そういう中で、学校の教育をしていく過程の中で、地域と学校が連携をしなければ、もう今後の教育はやっていけないんではないかと、いうことを思うんですね。その点について、まず教育長さんに お尋ねをしたいと思います。浦郷教育長。お話にありましたように、児童生徒数の減少で学校単独では運動会が開きにくいという、もう次々にプログラムがやってくるというような状況がございます。でそういう中で、小学校では4校においてはですね、合同の運動会を開催してもらっている。ただ春先にですね、記録会みたいなのを簡単にされる学校もございます。で、そういう面からの合同の運動会と、また別の意味で今の子どもたちを育てる上で、やっぱり家庭地域との連携が必要だということで、多くても合同で開こうという両方の流れがあるようでございます。19番、山口正弘君。はい。ですね、昨日もちょっと話をしてたんですけれども、運動会の時に、各学校に地元出身の先生が、ですね、地元出身の先生が、いてくれたら、その地域、本当に助かるんじゃないかなと。私は常々思ってるんですね。例えば、日渡圭介君は、保育園中退、小学校もそこそこ、そういう中でですね、もし何か問題点があったときに、ですよ、例えば、日渡君方のお父さんは、二人とも、お父さんお母さんは、県庁に行きよさいものと、あそこのじいちゃんな農協に行きよさいたものと、そこまでわかるわけでしょうが。そういう家庭環境というのがある程度分かれば、その対処の仕方があると思うわけですね。ただ、極端な言い方すれば、唐津から先生が来てお見えになったと。その唐津の先生は、唐津と、まあ極端な言い方、市長の例えですけれども、川上は、もう気候風土も全く違うわけですよ。ね。そういう中で、その唐津の先生がどれだけ頑張ってみても、やっぱりそこの風土には馴染みきらんっていうのが大体あるわけでしょうが。また次は4年かすれば転勤をするわけですから。そういう中でね、その教育長としてですよ、常々お願いをしてるんですけれども、そういうふうな、先生の配置というのは、どのように考えておられるのかをお尋ねしてみたいと思いますけど。浦郷教育長。基本的に順番といいますか、交代ででもですね、地元の先生がいてほしいなという基本的な考えを持っております。それはまあ今おっしゃった理由等々でございます。ただ地元の先生というのがずっといらっしゃるかどうかもまた分かりませんし、今のお話のようなことを考えますと、より、市内の先生、あるいはご出身がこの校区とか、そういう先生をお願いできないかというような形で、対応しているところでございます。で、現在、校区内に住んでおられる先生がいられる学校が、7校ほどございます。16校中7校ほどございます。ただ、市内にお住まいの先生となりますと、小学校では約 50%、中学校で約 30% ぐらいになる。どうしても中学校が教科で動きません。非常に動きが大きくなっているという状況でございます。そういうことで、ご指摘の点は、毎年、人事関係の話の時には出る話でございまして、
今後も私としても先ほど申したような考えで進めていきたいというふうに思っております。岩田市長、この話は知事や、県の教育長とも、話がありまして、以前ちょっと、話がありましたね。で、私がちょっと申し上げたのは任期をもう少し伸ばしてほしいと、いうことを言ったんですね。で、私もですね、今答弁をしましたけれど、もう今8年目なんですよ。で、8年目でようやくですね、やっぱりこう市民の皆さんの痛みとか苦しみとかその悲しみっていうのが自分のこととして、分かるように、やっぱり最初はやっぱり無理ですもんね、 2,3 年は、この方はどういう思いでイオンサートやろうかって。しかし何度も何度もやっぱ会う日ですよ、もう一心伝心ですもんね。もう顔見えにたですね、いや今日は君江さんのちょっと顔色の悪かなったとかですね、いや そういうことなんですよ。で、やっぱりそのためにはやっぱり一定長くね、任期を担保する、特にトップはそうです。ですので、これもちょっと合わせてやっぱり言っていこうと、いうことは思っています。ですので、先ほど議員からもご指摘がありましたように、その、なんていうんですか、地元の方をっていうことは絶対大事。それとね、もう一つ、僕がちょっと腑に落ちないのは、あれなんですね、結構ですね、例えば唐津なら唐津、佐賀なら佐賀、そこから通うようにしたわけですよ。で、それはダメですよ。それはね、教育ってそんな甘いもんじゃないですよ。24時間365日、これ私も一緒です、トップですので、何かあった時っていうのは、それはやっぱり有事の時はね、トップなんですよ。ですので、それはね、やっぱりね、小学校の近くのね、例えば東川上小学校やったら、山口正弘議員の家の中議員ですよ。言えば貸してやってください。はい。ですので、そういうことで、ぜひね、それをした上で、まあ、もし遠くからお越しの方々が、例えば5年、7年、8年いたらね、それは地元の人になりますよ。ですので、もう一つ大事なのは、校長先生ってものすごく体力がいるんですよ。これ自分もわかります。トップなんでわかる。で、そうなった時にね、もう少し、校長タイプの人っていうのは、もう40代後半からね、僕は登用すべきだと思いますよ。そのね、名誉職じゃありません、今。あくまでも校長先生っていうのは、教育という意味での経営者になってきます。ですので、もう少しちょっと、着任の、年次を早めて、少しね、ちょっと教育界って年功序列が結構やっぱきついんですよね。ですので、少しね、そこをちょっと緩めてあげると、いうことも合わせて、ちょっと県には行っていこうということを思ってますので、ご意向にね、極力沿うように、私たちも教育委員会と力を合わせてやっていきたいなと、このように思っております。19番、山口正弘議員。はい。今、東川の上の話が出ておりますが、東川の上の今の校長先生っていうのは、その松尾先生っていう校長先生で、大地の方からお見えなんですね。この先生の真面目なこと、真面目なこと、もう朝7時過ぎには学校にお見えじゃないですかね。そして夜は夜で、この人はいつ寝るんだろうかっていうくらいに頑張っておられます。それから痩せてるんですよ。まあ、それはそれとして、校長先生の話が出ましたけれども、ここで一つ、不思議でならんとが一つ教育長さんあるんですよ。まあ、校長先生の話が今出ましたからちょっとお尋ねですけれども、三船ヶ丘小学校のですね、校長室と職員室、この離れはあれは何ですか？それと、もう一点、校長室にしても職員室にしても、府警にしても、校長室の中をですよ、通っていかんばトイレに行かれんとですよ。はい？子供たちが行く玄関口を閉めたら、あれは絶対校長室の中、職員室の中を通っていかんばトイレ行かれんやろ。ああいう風な作りがあっていいもんか。ちょっとあれは不思議でならんとですけど、その辺、教育長さんどうですかね？浦和教育長。建設当時の記
さつは分かりませんけれどもちょっと1回作ってしまうとですね、そういう状況になるわけで、今校舎建設を進めながらその辺まで含めてですね、本当に慎重にしないといけないということを考えているわけです。プラス面もあったかも分かりませんけれども、ちょっとはい、厳しいなという確かにね、おります。19番、山口正弘議員。いや本当にあれですね、もうプラス面は全くゼロで、大体ですよ、校長先生っていうのはさ、校長先生っていうのは家族で言えばお父さんですよね。父ちゃん今ちょっと大変ばいと言って行くのが校長先生なんですよ。ね。それ職員室と校長室がですね、あれだけ離れとったら父ちゃん大変ばいって、子供たちはどっちから来て言うですか？職員室を通って父ちゃん大変ばいって、自分のところの先生を置いていくですか？それとも外に出てから校長室に入っていくですか？そういう風な作りなんですよ。あらー、ちょっと、実はですね、育友会の会長が、おりまして、ここに。育友会の会長が、三船川小学校のことは言うたらいかんばいっていう話だったんですけれども、実はそういうふうに不便なところなんですよ。それで、あれはですね、やっぱ金かけてでもなんとかせんばいかんと思いますけれども、教育長いかがですか。村子教育長。ご存知の通り、もう今非常に教育関係の予算をいただいておりましてですね、とにかく安全安心を第一にやっておりまして、そこはもう優先して、もし可能であればですね、改修もお願いしたいというふうに思っております。19番、山口正弘議員。はい、ですよ、また後で聞きますけれども、今度はですね、タブレットをこれ今回予算議案で載ってますので、事前審査にならんくらいに行きたいと思います。もし事前審査にかかるようであればストップと言っていただければとやめますので、というのはですね、私が考えるにですよ、先生、教育長さん、私が考えるに、タブレットは、子供たち全部に配布しますよ。配布はします。しかし、そこで問題点がいくらか出てくるわけでしょ。例えば、家に持って帰るものなのか、あるいは学校で充電をして、そこで置いて帰るものなのか、それと、もしタブレットが故障したら、故障の具合にもよるでしょうけれども、個人の負担、あるいはその負担割合、そういうふうなの、検討されているのかというのが一つと、それと、おそらく今回のその予算議案の中で、審議はされるでしょうけれども、やっぱり学校の先生たちは、さっき勉強ばしてもらわんぎなは、今の子供たちっていうのはですね、誰やったですかね、3歳の子供のスマホでよしよってしてからゲームする。そういうふうな時代ですから、もう我々年齢になれば、頭も硬いですし、髪毛も中ですけれども、まあそういうふうな中でですよ、どういうふうな指導方法を考えておられるのか、お尋ねをします。ここは教育部長。タブレットにつきましては、持ち帰りで、行くという方向で今、検討しているところでございます。それから、タブレット全員に配布をいたしますと、故障等ですね、あるいは落として壊れるというようなことも想定をされますので、こういったところにつきましては、現在、どういった形で、保証ができるのかということで、現在メーカーの方でもですね、無償のサービスもございますし、その他有償のサービスもございます。まあ、そういったものも含めて、検討してまいりたいというふうに考えております。19番、山口正弘議員。
どういうふうにするか検討してまいります。大体昔からずっと言うて聞かせようとばってんが、検討するということはしないということなんですよ。ちゃんとしたその答えをくださいよ。というのはね、そのやっぱり子育て世代っていうのは意外金がいるわけですね。この間の新聞に載ってたように、その高校生に対するその優勝の5万円やったんですかね。そういう献金額がああいうわけでしょ。そういうふうに、優勝で、5万円で優勝で、その、全部持ってください。そういう修繕賃を含めて全部持ってくださいでしょ。そういう竹押しは、その無償で配布しますけれども、その、要するに、故障等と、無償でその修理する部分もあって言いながら、優勝でもありますよっていう話でしょ。その優勝の割合だって、どこからどこまでが言う、その割合がするのかっていうとも、これ、ピシャッとしたところを出しとかんことにはですね、子供たちの親としてはやっぱり、ものすごく気になるところじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。はい、以上。平田市長。このタブレットの件につきましては、年内に、まずですね、どういうタブレットを選ぶかということと、それに合わせてどういうアプリケーションをまず、がふさわしいかということ。だからハード、ソフト、両面に関しての、委員会を、作って、その中で有識者を交えて議論をした上で、決定をしたいということを思っております。それは、メーカーの皆さんたちからすると、プロポーサルに、多分なると思いますけれども、そういった中で、決めていきたいと。で、その中でメーカーさんが多分ですね、さっき議員がおっしゃったような、その保証プロテクトに関してはこういうふうにすると、いうことも含めてですね、それは中に入れとこうと思って、ね、要するに提案の中に入れておこうと思って、その中から、総合評価をした上で、決めていきたいと。それで私は、私自身の考えは、やっぱりですね、もう特に小学校の低学年で何がある、か分かりません。タブレットに関しては落としてひび割れたりとか。で、それを、保護者の負担にするっていうのは私は反対です。ですので、これも含めてですね、今いろんな保険とか保証とかっていうのも、教育委員会が今検討でせんという意味じゃないですよ。見てもらっていますので、それも含めて最終的に決定をして、これは予算を伴う話になりますので、これはよく議会と、よく相談をさせていただいて、本当に子どもたちにとって、保護者にとって、この選択が一番良かったよねという方向にぜひ持っていきたいと、このように考えております。19番、山口勝議員。まあ、いずれにしてもですよ、金額的に大きいですからね、そういうことで、家庭での負担をなるだけ減らすような、その考え方を持って、これはその進めてもらいたいなと思っております。教育問題を質問するときにですね、教育部長の顔の見えんけん、ちょっとこう、どうしようかなと思って、こうして見らめなんですけど、なかなか難しいですね、こういう場合、予見場合考えと。まあ、次に行きたいと思いますけれどもですね、学校のですね、カーペット、絨毯、のことについてちょっとお尋ねをしていきたいと思います。というのはですね、それこそさっき三船ヶ丘小学校の方は遊戯館売っていう話でしたけれども、これは三船ヶ丘小学校のですね、校長先生のですね、ぜひ言うてくださいと言わしたんです。というのはですね、校長室の話じゃないんです。校長室はもう校長先生がダニに食われようが何しようがですね、子供が食われん限り大丈夫ですから。というのはですね、三船学科小学校も、図書室と、それから、なんていうんですかね、多目的ホールかな、あそこのところにカーペットもしてあるんですよね。そういうですね、あそこのカーペットは、三船学科の場合は、スリッパは脱いで上がっていくと。そして、掃除するときには、掃除機で掃除はせんまな。恋は木でしてくんさぎ、ちょっとよかとですけれどねって。というのはですね、バルサンバ高まらん。
ちょっとバルさんかジェモロトランク。そういえば一間にですね、そのダニの湧いて子供たちがですね、ドバムされんと。今度は、山内の東小学校の場合はですね、その、上履きを履いてそこに行くと。上履き履いてそこの図書室に行って、そこで本読むとき寝転がってみたいなんたす。そこにカーペットがしてある。これは何やって。何のためのカーペットやろうかと。いうことでですね、教育長さんどうですかね。古賀教育部長。ご指摘の通り、学校につきましては、床につきましてカーペットをしてあるところが多数ございます。カーペットが全然ないという学校につきましては、4つございまして、旭小学校、東川信小学校、武雄小学校、西川信小学校と。で、後の学校につきましては、全部というわけではございませんけれども、学校の一部についてカーペットを敷いてあるという状況でございます。まあ、特に多いのは、放送室とかですね、まあ、こういったところについては、音の反響とか、まあ、こういったものを防ぐためにカーペットを敷いてある。あるいは、建築年度がですね、昭和から平成にかけてというところで、今おっしゃられました、三船川丘小学校等々でございますけれども、校長室にもですね、応接等の意味合いで、カーペットを敷いてあるというところも、実は4校程度ございます。現在では、木造で、まあ、床が木になっているところですね、につきましては、まあ、当然カーペットは敷いてないわけでございますけれども、状況としては多数の学校でカーペットが敷いてあります。まあ、これにつきましては、ダニ等がですね、付着をして衛生面で問題があるところがございますので、毎年ですね、検査をいたしております。ダニの検査をいたしておりまして、まあ、その検査の結果、掃除をしなければならないというところにつきましては、掃除もいたしておるというところでございます。以上です。19番山口正弘議員。そういうふうな答弁はすっげえ言わんまなんことの後でしょうか。例えばですよ、三船川丘小学校のその校長室の話ですよ。応接室を兼ねてるからカーペットをせんばいかんって、校長室に応接室も兼ね取ってなしカーペットも狭なん理由の出てくるんですか。あえて言わせてもらえればですよ、三船川丘小学校のあの校長室っていうのはスリッパ脱いでいいかまなんですよ。子供たちのね、親の王とですよ、極端な言い方すれば、父ちゃんがそこにおるのにスリッパば入上履きを脱いで父ちゃん助けてよって、なんでいかまなんとですか。理由を教えてください。小川教育部長。三船学小学校につきましては、校長室もカーペットを敷いてあるわけですけれども、まあ、先ほど申し上げましたように、当時の時代背景でそういうふうになっているかというふうに理解しておりますけれども、カーペットの下はコンクリートということになっておりますので、コンクリートの上には何らかのですね、床材を敷くということになろうかと思いますけれども、まあ、これがカーペットということになっているわけです。それから大事に使っていくということもございまして、これまでですね、スリッパを脱いでということでされていたわけですけれども、現在ではスリッパは脱がないでもいいというふうになっているそうです。19番山口正弘議員。ですね、現在ではそのスリッパを脱がないでもいいって、その私がですね、行った時に校長室に入ろうとしたらスリッパ脱いでくださいって、そのスリッパ脱いで入ったとですよ。それも、こんなって、もう、こういうふうな言い方すればおかしいですけど、頭に来てですね、なんで、ここにスリッパ脱いでいかむなんとか言って。それで、次の日に、校長先生ちょっと来てよって。校長先生と学校教育課長さんもお願いしたとかな。来てくださいと。理由は言うてくださいって。
スリッパを脱がまない理由。次、理由は中ですもんねって。理由の中ないはスリッパ履いてこらんもんって。まあ、いずれにしてもですね、木、下の床が木や中剣が合えば8頭って、8頭ないはこの木にしてくださいよ。というのはね、こういうは、強くお願いがあったのは、例えば三船ヶ丘小学校の図書館であり、その多目的室であり、特に山内の東小学校の廊下。あるいはですね、なんであそこにカーペットばシーチャーかという、ついてあるか。佐賀弁ではなくて、標準語でいきたいと思います。なんであそこについてあるかというとですね、あるいは、雨が降った時に水が浮くんですね。床に水が。だから滑るんです。滑るから、あれは滑り止めでカーペットしてある。それは、さっき部長からも話がありましたけれども、東川上りにしても、西川上りにしても、今回の改修で全部木にし、それでもう好かなくてもいいようになったわけですね。だから、そういうふうなことであれば、山内の東小学校だって床は木にするべきじゃないかと思うんですよね。はい、校長室も山内の東小学校全部カーペットは敷いてあるんですよ。そのカーペットがいかんとは言わんけれども、ものすごいおかしかですよ、山内の東の廊下のカーペット。気ぃつけて見てくださいよ。そういうふうな面でですよ。市長も、くしくも言われたように、今回って3期目もし行くのであればですね、その教育問題に力を入れたいという話なんですね。そういう教育問題に力を入れたいということであればですね、教育予算としてそれなりについてくると思うんですね。教育長いかがですか。浦和教育長。先ほど言いましたように大変な予算を教育にいただいているというのが前提にございます。それから二つ目としましては、確かに木の方がもう歩いてみたら分かりますが、一日歩けばですね、コンクリートの床とカーペットだったにしてもですね、木造のところはもう全然違うわけですね。疲れが違うわけですね。子どもの怪我にしてもそうであります。ただ確かに今部長申しましたように、その時期においてはですね、最善のものをと思って作られたと思うんですけれども、そういう状況でございます。従いまして可能な範囲でですね、お願いをしていきたいと思いますし、今後そういう場所についてはですね、再度確認をして、できるところからお願いをしていきたいというふうに思います。19番山口正弘議員。まあ、いずれにしても個数の桜花圏ですね、学校数の桜花圏が一遍にはできんと思うです。一遍にはできんと思うですけれども、やっぱり順を追ってでもですね、やっぱりしていただかないことには、まずして一番してもらいたいのはですね、山内の東小学校は見よってですね、廊下は大体歩いたことなかでしょ。廊下のカーペットが敷いてあるとばって、下駄箱付近なんかもう、これはどうなるかっていうことしとですよ。そういう校長先生もですね、まあその辺はもう力入れて言うとってくださいって。幸いにしてですね、教育長は山口からばいて。ついでに議長さんまで山口から人生だ。そんくらいの人って、もう不安立派な方ばかりお見えのですね、山内の東小学校がそういう風なんですよ。まあ、あえて言えば、まずよそが先かな、ということで、その教育長さんを含めて議長さんも考えながら、やっぱりやっておられるのかな、ということで思っておりますけれども、まあ、いずれにしても、できるところから、間違いなく、やってください。そして、したところについては、必ず報告をしていただく。と思います。最後に、市長に、先ほど来、3回目、どがんすんですか、と
いう話をしましたけれども、お聞きをしましたけれども、最後にですね、ピャッと、3期目はズンパイ、デンパイ、どっちかいという、ピャッとしたところをお尋ねをしたいと思います。平田市長。3期目、出馬させていただきたいと思います。これは決意を込めて、この場で、申し上げたいと思っております。で、先ほど私は、教育に、あるいは福祉について、申し上げましたけれども、目の前に他教が今、前進をしています。例えば北方のバイパスであったりとか、例えば、水害の常習地域である立花町の、ここ3年はね、大きな洪水はなかったんですけれども、例えば調整池の問題であるとか、様々な大型のインフラ、そして今、今度庁舎の問題にもなってまいります。そういった中で、今、問題課題をありますけれども、それを3期目に向けて、皆さんたちと一緒に解決をしていく。そして、取りも直さず、それを実現していくんだと。いうことで、皆さんたちとともに、竹雄市政を担ってまいりたいと、このように決意をしております。私自身、まだまだ未熟でありますけれども、誠心誠意、もし市民の多くの皆さんたちから、信任をいただけますならば、今以上に頑張ってまいりたいと、このように申し上げたいと思います。よろしくお願いします。以上、19番、山口正弘議員。ですね、今、市長の出馬するというその決意でいいですか、その表明をされましたけれども、そこでふと思ったんですよ。ですね、私のところの近所の奥さんがですね、1日と15日にですね、必ず榊場持ってきてくれた。榊を、神さんにあげてください。市長が、足場外さんごと、はめば外さんごと、よう仏か、神さんに見合ってくんさごとって言ってですね、その榊は毎月に2回必ずもう持ってきて、その市長の、今後をですね、見守ってくんさいのと。そして竹雄市をもっともっと、その住みよい町にしてくんさいのと。いうことで持ってきてもらっておりますけれども、そういうふうな党を含めてですね、市民の期待というのは大だと思うんですね。そういう中で、市長を含めて、我々議員も今から先、その気を引き締めて、頑張っていかなければいけないのかなと思っておりますので、今後ともお互いに頑張っていきたいと思います。これで終わります。以上で19番山口正弘議員の質問を終了させていただきます。ここでモニター準備のため10分程度休憩をいたします。